剣。波動拳。さあ始まった。相手は DJ。 さあどういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。さあ苦手なキャラ来たな。ゆっくり戦いたいな。まあ早速やらかしてるわけですが、ほら戻る。ドライブゲージは大事にしていきたいよな。ここまあまあいいでしょう。投げる、ほら戻る。いいぞ。ダイゴスがやっぱり影になるか。ほら昇竜拳。あいいね、よし。あーまあまあまあこれはしょうがない。どうくる？ほっ。よし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 。待てた会話ありましたね。やっぱり端に追い詰めることが大事か。どのキャラ相手でも変わんないかな、それは。さあ、第2ラウンド。浜が怖いよね。あー、待てない。ラッキーだったけど。まあまあいいでしょ。大丈夫。あ、まあ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 。いや、使わせたでしょ。まあ痛いけど。これは最後までやってくるかな？結構痛いよね。大丈夫これは。あーもったいない。まさかあれをやってくれた。昇竜拳、ほら。あこれ終わんねえなやりすぎたかまあいいや、行くぞ。ほら新昇竜拳、はっ。ほらはっ。危なかった。ちょっと今適当なことやりすぎたねあの竜巻何なんだよっていうね。めっちゃ削りだったんですけど危ねえ。まあもうちょっとあれだったね、あのスマートな削りに行くべきだったね。おい、これが強いんだよな。はっ。いやーやりすぎた。今のダイヤ振ったんですけど。いきたーい。んー投げはきついな。危なかった。うわいってー。うわ嘘、え爆戦立てなかった。まマジかー。今の爆戦立てなかったんだけどな。間に合ってなかったのかな。まあいいや、第2ラウンド。怖いな。大丈夫、はっ。これはそうだよ、間に合っちゃうね。昇竜拳大丈夫だね。ほいほい。ちょ動きすぎたか。うわー投げられちゃった。昇竜拳大丈夫ですよ。ほらほら、よし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 。ほい、ジャック発症。おあここで暴れにしたか。その後暴れを待とうと思ったけど大丈夫。マジか、はい、当たるんじゃない。よーし危ない危ない。ジャックハードがこういう時優秀ですよね。特に相手バーズしてる時はなかなか強いよね。ジャンプで避けづらいですからね。ダメか。いやー動いちゃった。これねコパン振ってるんですよね俺。もうちょっと待ってから振るべきかな。甘い。これどうだろう。なあバーンと狙いだったんだけど。よしよしよし。いやー動いてきたー。まあ確かにこの暴れは正解ではな。バーンとするからね、これガードさせちゃうと。ガードしちゃうとね。いやーバーンとさせられなかったなー。ゆっくりいくか。昇竜拳投げ通らない、当たらない。よしゆっくりいこう。あー出なかった、出なかった。しゃがみチューパーいってー。暴れる、大丈夫。昇竜拳これはよーしよしよし。危ねー、うだったー、助かった。これ間に合うんですよね大ゴス。この意外とね、あの出だしをあのアーマーで防がれなければ案外インパクト間に合うのがちょっと大ゴスの結構強いところなんじゃないかなって思うところですね。危なかったー。ちょっとだいぶぐだりましたけどね、あのジャストパリした後のドライブゲージの削りが弱くなってることをちょっと見落としてて新破傷でバーンとさせられなかったのがちょっと良くなかったな。あれ普通に置き攻め継続で良かった気がしますね。まあ反省点は多いところですが、まあなんとか DJ 戦に勝てて良かった。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。いつも危ない橋バック渡ってる傷な俺が。